神奈川県立美水大高等学校は、神奈川県相模原市南区北里2丁目に所在する、公立の高等学校、旧相模原南部学区、通称は田か、志村農場の一部を譲り受け建設。1974年4月開校2014年に40周年を迎えた。耐震工事に伴い2020年6月から2021年度は、 A 棟は仮設校舎へ移動。全日制、平成24年度より3学期制、授業1時間が45分、週4日7時間授業を実施している。また、平成29年度より3学期制、授業1時間が55分、週1日のみ7時間授業と変更された。ただし、浅水大高校周辺の道路の慢性的な混雑により、バスは、 頻繁に大幅な遅延を起こす。特に、相模大野駅からバスを使用する場合は、25分より多くかかることがしばしばである。なお、電車の遅延と違いバス遅延による遅刻は、通常の遅刻扱いとなる。消防祭、消防祭は、体育部門と文化部門に分かれていて、6月と9月の初めに行われている。特に体育部門での百個、清流、続く、 現部の4軍に分かれての、軍ダンスはかなり完成度の高いパフォーマンスを披露する、浅高最大のイベントである。曲選びから、ダンス制作、凝った、衣装作りまで全て自分たちで行う。卒業生はもちろん、周辺住民や、他校生までもがダンスを見るために訪れるほど有名。昔は、誕生月ごとに赤、青、桃、緑、黄、白の六軍に分かれていたが、 生徒数の減少により、現在の4軍に統合され、当時は大だった高松塚古墳にちなみ詩人の名称を当てはめた。体育部門を9月に行うことにより夏休み中の学業がおろそかになることや、軍ダンスに参加しない者がはぶられやすいなどの問題点が2000年代前半から問題視されていたが2015年度より体育祭が6月、文化祭が9月に変更された。 年に2回行われる球技大会も毎回盛り上がっている。種目は前期がサッカー、バレーボール、ドッジボール、卓球、後期がサッカー、ドッジボール、バスケットボール、卓球。大会前から朝早く学校に登校し練習する姿も多く見られるほど気合が入る。当日は大体のクラスがお揃いのクラス T シャツを着て自分のクラスを応援する。 現在、野球部、サッカー部、ハンドボール部、バスケットボール部、空手道部、バレーボール部、吹奏楽部、公式テニス部、バドミントン部、バトン部、合唱部、ダンス部、陸上競技部、水泳部、文芸部、科学部、剣道部、インターアクトクラブ、作動部、軽音楽部、山岳部、美術部などがある。佐藤孝子の小説。 一瞬の風になるはこの高校の陸上部で取材した経験をもとに小説にしている。作中に出てくる学校のグラウンドなどは本校を忠実に再現しており、学外も実在の場所を描いていると見られる。ありがとうございます。